八千代ゴルフクラブ4ホール目にやってきました。こちらは、またロングホールになりますね。ロングホールなんですね、はいはい、じゃあ攻め方はどうしましょう。このホールは左ドッグレッグなんですけど、左側にバンカーも2つあります。なので、まあ、できるだけやっぱり次のことも考えて少し鉄塔の方向か鉄塔よりちょっと右ぐらいの方が攻めやすいかなっていうふうに思います。はい、それではよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。止まった？ラフに止まってるかな？あー右ー。すごい右。行った。でもいやー。ラフ。体が回んない。ね、体回んないよね。左目だけど、大丈夫です、大丈夫だと思います。オッケーオッケー。でもこれさ、間通したらいいんじゃない？こっちがいい？間通す、間通すオッケー、間通すじゃない？まあ、低空飛行でってこと？じゃあ、頑張ってみる。でもこの左に行っちゃうとちょっと打ちづらいので、まあ、向こうのグリーンの真ん中ぐらいから、左ギリぐらいかな、まあ、真ん中ぐらいがいいかなと思います。はい、はい、かなりなんか狭い感じだけど、かなりの、はい、あの高度な技術が求められる求められる。おお、たまらないな。やばい、それやばい。ちょっと当たったけど、抜けた抜けた。ナイスナイス。オッケー。オッケー。私たちは下から。下から。まいちゃんは上から。ナイスナイスありがとうございます。ピンの手前がすぐバンカーで、でもグリーンは右から左に傾斜してるの。すごい難しい。で隣 OB でしょ。そう、でもやっぱ音波に左側の方がいいですか、の方がいいかもです。左側からの方がいいかも。左足上がりのつま先下がり、ちょっと多分つま先下がりの時はつま先に重心がかかりやすいんで、コツはちょっとつま先を開いてあげる。開いてあげる。そうするとちょっと基本的にかかと体重になりやすいんで、そうなるとつま先に重心が行き過ぎるのを防げます。あ、めっちゃ開いてた。多分でも今向いてた方がでもタモは良かった。タモは良かった。タモはすごい良かったです。左に行き過ぎた。私もゴルフやめ難しい。もう行ってみよう。私の方は、はい、どっちかというとつま先下がりがもっと、左足上がりよりつま先下がりの方が要素としては強いと思います。狙い通りな、はい、ありがとうございます。セーフギリギリ。どっちかっていうとグリーンの手前をもうグリーンぐらいのつもりで、はい、打ってあげてもいいと思います。55。うまい、うまい、頑張れ。あ、オッケー。あれ、乗ってた乗ってた。ナイス、ギリギリ、ナイス。
ね、私もう何なんですか今日もダメ、うまい、うおー、ナイス、止まって止まって、ありがとうございます、さすがです、ありがとうございます、よし、じゃあ入れてしまいましょうきた、イエーイ、ナイスです、さすが、じゃあ決めちゃってください、決めちゃってください、これちょっと難しそう、決めちゃってください、あのゴルフ7チャンネルなので素晴らしい、ナイス、ボギーです、はい、ということで4ホールは私たちはボギーで、まいちゃんはパー、はい、で上がりました、結構難しいロングホールだったよね、そうですね、うん、ずっとまっすぐだったんですけど、ここ結構ドッグレッグがあったり、うん、傾斜があったりで難しかったと思います、うんうん、どうでしたか、いやもうなんかミスショットばっかりで申し訳ございませんただ今日はちょっと寒いから、うんうん、私たち今6度の中で撮影してるので、どうしてもやっぱ体が動かない、そうですね、ちょっと動きづらい状況ではあると思います、だからいつもよりなんか思い通りにいかないって言ってね、悔しいイメージが湧きづらい、うんうんですね、はい、でもまだまだ頑張りたいと思いますので、はい、次のホールもぜひ見てください、八千代ゴルフクラブ5番ホールにやってきました、さあ5番ホールはパー4ですね、さあどんなコースでしょう、はい、バンカーが、右側にあります、バンカーまで結構距離あるんですけど、バンカーの方打つと多分次が狙いづらいので、バンカーよりはちょっと左側、右のバンカーよりは左側を狙っていってもらうといいと思います、はい、はい、お願いします、はい、お願いします、お願いします、ちょっと雨も強まってきて、うん、体がちょっと動きにくくなる、もう動かないかも寒い、そうです、ね、寒い、前だと思います、ね、バンカーのでもまっすぐ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、おー、ナイスショー、バッチリ完璧、ナイス、いいところ、いいところ、ナイスショーオッケーです、うん、ナイスショー、私のかな、あ、これ私のだ、おお、結構飛んだよ、うん、よく飛んでた、ね、ね、結構なんか前が見づらいところとかは、うん、向こう側のまあ木だったり高さがあるものを見てあげるといいと思います、あ、でもいい、いい、うん、上がってった、上がってった、うん、上がった、いい感じ、方向はあっちです、方向はいい感じです。バッチリです。バッチリ。つま先がセンターに当たった。ゴルフするのちょっと恐怖症なんだ。大丈夫、大丈夫。全然です。すごい飛んでるから大丈夫です。ちょっとつま先下がりなんで、またやっぱつま先に重心が行きやすいので、そうだ、ちょっとつま先を開いてあげて、はい、かかと重心。あとは少し左足上がりなんで、ちょっとそうです。左足今みたいに引き付いてあげると、多分左サイドに体が詰まらずに動くんで、バチリバチリいい感じです。よし、はい。あとは膝の高さが変わらないようにするのも一つコツです。うん。うん。今しっかり取れた膝の高さをキープできるようにしてもらえてれば。うん、ああ左。ちょっと左だ。あ、バンカー入っちゃった。
ました。でもクリーンには当たってきてるんで、うんうん、大丈夫。よかった。はい。全然見えないですね。ここもやっぱり向こうの木を頼りに打っていくしかないかなって思ってます。お、大丈夫そうですか。いい感じ。あ、よかった、ありがとうございます。お、舞ちゃんのはギリギリ1ぐらいかな、うん。でも行ったかも行ったかも。いい、おお、ナイス、いい感じいい感じ、ナイスです。お、これもこれも走ってくれると思う。おお、うまい。あ、これうまい、これナイス、近い、ほんと近い、ナイスアプローチ、すごいすごい、距離ばっちりね。止まった。これまた切れるよ、ゆでちゃん。おお、でもどうだろう。また一個ぐらいかな。これ、そうですね、一個ぐらいは。ぐらい。この辺に多分切れてくるとちょうどこの辺から入る感じかな。うんうん。ありがとうございます。はい、5番ホール私たちはボギー、まいちゃんがハーという結果になりました。どうでしたか。はい、ポンコツでした。そんなことで、アプローチすごい良かった。確かにアプローチ良かった、ね、ピンもかかって、うんうん、ありがとうございます。もっと頑張ります。でもやっぱ2打目の2打目がね、ここのゴルフ場は、うん、傾斜が必ずついてくるので、傾斜の打ち方は難しいよね。難しいです、ね、そうです、うんうん、ちょっと傾斜で必要なのってこう構え方、うん、ちょっとこうバランスをどっちにつま先に持ってくるのか、かかとに持ってくるのかとか、ボールの位置とか、うんうん、結構注意したいポイントは全部構えなんで、そこを覚えれれば、ね、克服できると思います、うん、はい、前回教わったことが私たちもね、うん、忘れちゃったから、そう忘れちゃったんです。もう一回次また同じことがあったら思い出せるように、うん、ね、そう、次はちゃんと学んだことを生かせるように、頑張りましょう。あれ、頑張りましょう。次の6ホールもぜひ見てください。じゃあねー。